はい、本日は奥かすり人の、ラーメンキングさんにいらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど何ですか、奥かすり人って。ですね、これはですね、今年、はい、500万円から1月スタートしまして、500万円、はい、はい、で3月に1億円に、はぁ、達したんですけど1月から3月で1億円、はい、そうです。何したんですか。まあ、でも主には8割型 FX おー、はぁ、で残りがまあ CFD をちょろちょろとやってた感じですね。はい、で3月にちょっと奥に達しまして、お手本のようなドヤツイートをしたんですね。お手本、もうすごい、もうまあとりあえずすごいことになってましたね、確かに。はい、でまあそのツイートしてから、はい、もう一気にちょっと転落しちゃったっていう、あ、なるほど、感じで奥にいたのは1日だけっていう1日だけ1日だけ。あ、私も2年前まで送り人だったんですけど去年のインフレの、まあ、円安にやられまくって、うん、今私も転落しました。3月がこう、まあ、本当にピーク。そうですね、3月の下旬から月末あたりがもう本当に頂点というかピークで。そもそも何でそこまでいけたんですか。もうほぼドル円ばっかり触ってまして、はいはいはい、で3月が結構あの結構戻りの天井からもうずっと落ちて130円台まで。そうそうそう、いや、いけると思ったね、円高ね。そう、もうニュースやメディアやアナリストがみんな円高円高っつってね、今年は円高、イールドカーブ撤廃、嘘つけそう、でも127くらいまで行ったんですよね。そうですね、ちょうどずっとショートしてたんですよ。そうですね、もうショートで、そう、やるやる、全力で打って、そう、全力戻りにね、やるやるやる、でやるやる、やったやったやった、確定した利益をもう底気にして、あ、バイプして、バイプして、やるやるやる、それをガンガンやったら、天井からそこまで繰り返したら3月がマックスでピークで7800万くらいまでプラス。すげえ、でもそんないきます。はい、もう常に全力、数百万からそんな、あ、フルレバか。常にフルレバです。ちょっとでもなんかノイズ走ったら死にそうですけどね。はい、そうです。え、ちなみにスワップとかも払い続けたの。あ、そうです。だから結構きつかったっすよ。いや、だいぶそうですね。あ、そうですよね、やっぱり。マイナススワップは。1、2ヶ月だったらね、俺1年以上持ってる。なんか1年持ってるとなんか何千万取られるスワップらしい。そう、1200万取られてて、で、今のポジション計算すると1年で5000万取られるってことがあって。死ぬぞ死ぬ死ぬ死ぬぞちなみに、ラーメンキングさん、以前アンケートで取り合いに出ていただいたことがあるんですけど、はいはいはい、それをお願いしたタイミングがちょうど、こう、奥から転落していく最中で。最中です。だいぶそのアンケートも生きてました。生きてはなかったです。そうです、ね。そこではない。ちょっとやっぱ若干調子乗っていたなって。もうだいぶ伸びてた。いや、そうですね。勝ったら生きったって言いたい。勝ってる時しか生きれないからただ負けた時にブーメランがすごい勢いで返ってくるんで、そうなんですよね。そう、まあ、つまり岐阜さんと絡んだことによって奥から転落したのかなとも取れる。あるぜ、ジンさんもね、ずっと言ってるんだよ岐阜さんと会ってから負けてるって言って。いや、それは違います、あの岐阜さんのせいにしたいだけです岐阜さんがいい人すぎてね、岐阜さんのせいにして、なんとか自分、いじめてると自分をね、慰めたいんです。いやいや、俺のせいじゃねえといや、わかりました、ありがとうございます。岐阜さんに甘えてるだけですで、あの一応ちょっとラーメンキングさんいろいろ聞いてきたのでご紹介させてください、はい、兼業トレーダー。はい、兼業です。仕事しながら。そうですね、はい。もともと FX は大学生時代に始めて、あ、2022年、去年までは、生涯収支もマイナス。そうです。え、結構歴は長いですね。そうですね、歴はもう11年とかに。今30代から30代の どれぐらいですか。半ばぐらい。32歳です。あ、2歳、はい、若い羨ましいですねわかりました。そこまではずっとマイナスだったもうひたすらマイナスですね。まあ、ほぼ全ての収支が取り合いに公開されているので、おかしいでしょ、これ。楽にしたんですけど。はい、いや、まあ、やめましょうよ。え、2000万までいってんじゃん。うん。めちゃめちゃ負けてんじゃないですか。そうですね。2012年からこう、ずっと、まあ、じりじり減らしたりしつつ、はい、ただ、たまにドカンと勝つこともあるんですか。はい、そうですね、3回ほど結構跳ねた時期がありまして。何、夢見た。だいぶ夢見た。来たと、ブレイクしたって。コツコツドカーの典型。そうですね。でもなんか今年だけ異常じゃないですか。何なんですか。これ、あれですよね。まあ、ここずっと、やっぱ入金で耐えてたってことですか。そうですね。もうほぼ、まあ、給料を次込んで。全て全然。耐えてたって減ってますよね。減ってますね。っていうか、ここの期間はもうなんか、一回コロナで懲りて、
あの資金を貯めるために、はい、そうですね、もう労働に、はい、なるほど、汗を流していたと。なるほど、そうです。これどう見てもここやめときじゃないですか、はい、俺もね言おうと思いました、やめた方がいいね、ここでってね、逃げ、勝ち逃げできる最大のチャンスです。そうそうそう、あのよくね、して株とかあるけど、だいたい2番で天井取れずに落ちていくっていう、ここがね、やめどき、やめどき、ね、まあ、ちょっとやめてください、はい。いや、ほんとちょっとこの跳ね方は異常ですよね。すごいですよね。え、何があったんだろう、ね、だからあれトレーンショートでしょ。いや、わかんない、そうですね、はい。ちなみに今、8月ですけど、はい、ここまで今年の損益はプラス4216万円と、うん、はいはいはい、今年500万スタートでちょうどですね、そうですね、これが7月末の、あ、7月末、あ、そうです、7月末、税金大丈夫ですか、急にめちゃめちゃすごいになりますよ、このままそうですね、勝ち続けたら、うん、ちょっと納めることになる、気をつけてください、たまにあの急に勝ってお金なくして税金払えないというトレーナーがガチで、いや、そうそうそう、確定申告までのそうそうそうラグでね、そうそうそう、やられちゃ う, そう、あれみたいな、あと多分、まあちょっとね、まあ、あと話も出るかもしれないけど、そろそろ会社辞めちゃおうかなっていう、多分もう頭にだいぶちらついてると思うけど、そうそうそう、俺は辞めとけって、これだけは言っとくからね、辞めとるやないか。そうです、そうです、はい、ありがとうございます、はい、あのやっぱちょっとこの収支のブレの大きさっていうのがすごく特徴、まあ特徴というとあれですけど、それがこう月別で見るとよりはっきりしてきて、はいはい、こう3月そのもう大爆発した時がもうとりあえず全体で4位、4位で、その翌月がまあ5200人ほぼ最下位、はいはいはい、でさらに5月もほぼ最下位、はいはい、で6月113位で、7月は今度またほぼ最下位、はい、で8月今またちょっとブレイクしてきて5位と、はい、でもなんか上にありますエンドポンド円で3540万損切りって、はい、これが7月末の日銀の日に僕ね、ツイート見たんですよ、なんかほかっといたんですよね、なんかほかっといてパッと見たら含み損がとんでもないことになってた、利益あったやつがですよね、あ、そうです、そうです、はい、え、何だったんでしたっけ、日銀でこのボラで、あ、そうですね、一時下がったんですよね、そうですね、円高に触れたんですけど、はい、結局あのクローズに向けてもうすっごい上がってったんですね、円安になってたんで、そこでロング切っちゃったよラーメンキングさんもポンド円のショートを持ってて、はい、それが3540万円の損切りになったと、はい、これ7月末です、これ7月末です、これ何枚700枚ぐらいでかいでかい、ポンド円ショート800700、そうですね、800枚だったかな、ちなみにあれですよ、レバーかけたら10億円ぐらいの運用ですよ、そう、金額的にはね、はい、やばいから、それを会社員が仕事中にしかも日銀あるのに放置してたいや、まあまあ、まあしょうがないですよ、朝一ですから、朝一ね、昼頃、日中ですからね、そう、まあ、普通の会社員からしたらとんでもない損切りだと思うんですけど、うん、あのね、その日は寝れたんですか、はい、もう、そうですね、ぐっすり、この日に切ったの、これね、はい、切れた後意外といけるんですよ、もうないじゃないですか、持ってる時がきついんですよ、結構ね、切っちゃった後って、これが3500万円のラーメンかみたいな感じで、ね、もう切り替えしかなくて、はい、そう、結構これ以上はないですからね、そう、切った後だったらね、そう、すごいね、これがまあ7月はもうボロ負けやつ、そうですね、7月でそれまでは勝ってたんですか、7月は、そうですね、7月は勝ってたんですよ、勝ってたの、日銀最後の最後で、そうです、あ、なるほど、インドラの矢が飛んで、みんなやられてたもん、そう、みんなね期待してたからね、さすがに、まあ、7月はでもボロ負けやったけど、8月、はい、そうですね、8月に先週末までにこの損切り額3540万円をすべて取り返して、何で、まあ、FX もやりましたし、うん、CFD、原油と、はいはいはい、原油とかもちょろちょろ触ったりとか、いや見てましたよ、ショートですよね僕もショートだと思ったんですよ、あ、今度天井でショートできたんです、83とか、ちょっとか、担がれたんですけど、はい、ちょっと気になる冷やしとかロースカシの形があって、うん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 、ちょっと根性でホールドして、まあ、ちょうどね、はい、中国結構大ニュースで減速ってますからね、そうですね、はい、それで3500ぐらい買ったんですか、いや、その原油は確か300万400万で、はい、まあ原油でそれぐらい取ったのが2回ぐらいあって、はい、うん、往復を、そうですね、ロングでもその後取って、おお、でもボラ、はい、結構あったんで、まあ、レバーかけて、うん、そうですね、もう全て3000枚で入ってます、いや、そろそろ終わりますよ、大丈夫ですかあれ、わかりました、はい、てか、入ればだな、そうですね、結構資金のボラは、うん、まあ、あるってことですけど、本当気をつけてください、これやばいっすよボラありすぎ
トレードスタイルも聞いてきたんですけれども、はい、まあ、スイングトレードからデイトレード、スキャルピングまで、まあ、味変いくつも、はい、味変やっていくと。ラーメン、ラーメンやっぱ好きなんですね。まあ、大好きです。ああ、なるほど。わかりました。もしよかったら、ちょっとそれぞれどういう感じでやってるのか、はいはい、簡単に。一番視聴者が気になってると思うので、教えてあげてください。はい、そうですね。最近だと、はい、まあ、大きなトレンドが出てない時とかは、うんうん、まあ、結構スキャルもやったりして、まあ、半数ぐらい。半分ぐらい、5割ぐらいはスキャルで取ったりとかして、はいはい、まあ、多い日だとその1日の上限、まあ、5000枚なんですけど、ドレとかだとそれを使い切っちゃうぐらいスキャルスキャルぐらいスキャルってどれぐらいで入るんですか、枚数的に。まあ、100枚、100枚、最低100枚です。最低100枚、最低100枚から入って1ピップスで1万円ってことですね、ドル円だと。はい、でそれを、まあ、3ピップスから10ピップスとかで結構リグイして、僕ね、いつも思うんですけど、逆に言った時切れるんですか、10ピプスが3ピプスって戻るやんって思わないですか。あ、切ります切ります。あ、切るんですね。はい、切ります切ります。あ、そうなんですね。なるほど。勝率はどのぐらいなんですか、スキャルピンだと。スキャルは結構まあ、トレーナーにも履歴が残ってると思うんですけど、あ、はい、スキャルはだいたい8割から9割ぐらいは取れてるかな。どういう時に入る、うん、はい、逆張りなのか、はい、まあ、どんな感じなんですか、そのスキャル。そうですね、逆張りも順張りもしますし、はい、まあ、ここに書いてる通り、切り板か、切り板もやりますし、うん、前日の高値安値とかの重要レートと、はい、うん、まあ、1時間ごとの高値安値とかも見てまして、ああ、でそういうなんか意味のあるレートじゃないと入らないっていう感じです。寝頃感で適当なところで入るんじゃなくて、はい、ちゃんとここまで来たらっていうところで入る。そうですね、何か一つでも根拠があるところで入る。僕ね、いつも気になるのがスキャルやってる人、何分足を見てるんですか。ここ1分とか5分とか、はいはい、うん、まあ、1分も見ますし、はい、5分と1分が多いですね。例えば1分でこう陰線がずっと、はい、まあ、逆張りでロングで入りたいときに、はい、こう切り板のまあ前日安値があると、はいはい、そこで刺さったときに買うのか、その、まあ、前日安値、はい、それとも跳ね返ったところで買うのか、どうするんですか。自分はこう刺さったときです、はい、刺さったときなんです。そうするともうそのまま突き抜いていっちゃうときもすぐあるわけです、まあ、あるときはありますね。そうですよね、はい、まあ、でも結構まあ10ピップスぐらいで跳ね返る時もやっぱあるってことですか。そうですね、だいぶ、はい、そうなんや。まあ、ここにも書いてあるプライスアクションとかも見てまして、うん、レートのこう跳ねか、うん、動き方っていうんですかね、はい、ああ、なんかね、証券会社のディーラーは本当にプライスアクションだけでやるって言いますよね。それ見ながらもうこう、あ、ちょっと激しくなってきたなみたいな感じで、あ、そうです、そうです、それ取るって感じ、はい、はい、そうです。それ、まあ、8割出せるんですね。そうですね、はい、具体的にプライスアクション何見るんですか。ピカピカがすごいみたいな。まあ、確か全然発想がない。そうですね、クリック証券だと、レート表示のこの一覧画面があると思うんですけど、あそこのレートの動き方とかも見てますね。なんか勢いが弱い時とかはやっぱりちょっと上がってもこうすぐにこう元のレートに押し戻されるっていう、強いと抜けちゃうみたいな。そうです、そういう雰囲気がちょっとあります。ありますよね、なんかレート固まったんかなみたいな時ありますよね。そういう時は触らないっていうか、あんまり触らないですね。あ、でやっぱりレートがカチカチしてピカ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 動いてる時に、まあ、こう切り板とか、まあ、前日安値とか今日の安値とか触った時にパンと戻りを取りに行く。そうです、言うんですよね、スキャルやってる人とか。でも全然わかんなくて、うん、そうか、うん、高木さんなんかね、スキャル勢お友達多いと思うんですよ。そうですね、そう、なんか同じこと言いますよね。感覚的な言葉多いっすよね。全然参考にならなくて。そう、いや、僕も全然参考にならなくて、うん、やったんだけど、その僕動かない時に触ったりするから、そうそう、地蔵みたいになるんですよ。これスキャルかとか俺が。でもで、まあ、ボラがやっぱ大事。大事ですね。はい、やっぱりこうボラがない時に下がってきても触らなかった。そうですね、やっぱりあんまり触らないですね。順張り逆張りでいうとどっちが多いんですか。4対6ぐらいですかね。順張りが4で逆張りが6。逆張りの方が多いですか。はい、あ、逆張りの方が多いんですね。スキャルは逆張りの方が多いですね。はい、まあ、損切りしやすいですもんね。そうです、下に抜けちゃったらもうやめちゃえっていう感じです。そうです。いや、これね、本当にね、入るタイミングを、ね、見切ればね、うまくやれるとは思うんだけど。いや、俺ら凡人には無理やで。無理かもしれないですね。あと俺座ってられないんで、そうそうそう、イライラしちゃうんで。そうそうそう。ただこれスキャルピングって兼業ですよね。はい。大丈夫なんですか。まあ、なるべくというか、まあ、業務外で。なるほどね。仕事終わってから、ちょうど5時半ぐらいに仕事が終わるんで、あ、そこからがやっぱり、ホワイトじゃないですか、5時半に終わるって。はい、え、残業？残業、まあ、特にないんです。まあ、ある時はありますけど、はい。あ、で、終わってからが、はい、第2の職場に。そうです、ちょうど時間がいい感じの時間なんで、ボラが出てくるような時間なんで。あ、そうですよね、はい、ヨーロッパ時間とか、アメリカ時間動きますもんね。
そうか、そういうことよね。その時間にスカイピング、うん、じゃあ経済指標を21時30分とかもやったりするんですか、はい、あ、そうですね、まあ、指標直後はやっぱりあんまりやらないんですけど、まあ、ちょっとスプレッドも開くし、うん、ボラもすごすぎますもん、はい、そうですね、ちょっと落ち着いてから、まあ、方向感が出てから入るかな、うん、なるほどね。で、こちらのデイトレード、スイングの方は、はい、まあ、こっちは基本的に、まあ、順張り。いいなぁ、順張りできる人、いいなぁ。順張りって言うけどさ、145円とか146円のドル円買えます？無理。無理、うん。だから負けるんでしょうね。これ、ツイッターでファンダメンタルの情報集めるんですか？あ、そうですね。やっぱりヘッドラインとかはやっぱ重要なんで。え、何見てるか教えてくださいよ。ブルームバーグとか。あの速報流してくれる人、あ、はい、そうね、いますもんね、いっぱいね、はいはいはい、とか、まあ、証券会社とかのアカウントが、まあ、流してる情報とか、はいはい、まあ、ブルームバーグとかも見ますし、はいはい、それを見て方向感を判断する、うん、そうですね、パンダも方向感の材一つとして決める一つとしてあの使ってるっていう感じですね、はいはいはい、長い時間軸、そうですね、デイトレするときは、うん、まあ、基本的に1時間とか4時間とか日足までも見ますし、うん、もっと長いところで入ろうかなっていうところは週足まで見たりしますね。でもスキャで3から10ピップ抜いてる人がスイングでモテるんですか？モテます。すごいですね、切り替え。はい、もうこれはデイで入ろうとかこれはスイングで入ろうみたいなのを決めておいて、そこのポイントに来るまではマスケールでちょこ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 、あ、なるほどね、小銭を稼いで、はい、ポイントまで来たらもうそこに、うん、あのスキャルで稼いだこの利益を持って、利益を持ってそれを担保にもうデイトレードに全部突っ込むっていう、ね、そんな切り替えられます？そうですね、はい、結構なんか、はい、それと捕まってるポジションっていうのは少ないんですか？損切りはしちゃうんですか？捕まる時もあるんですけど、はい、祈らない祈る時ももちろん祈る時ありますよね。あります、あります、はいはい、あるんですけど、まあ切る時はもう切ろうって決めてもう結構切ったりするんで、うん、え、じゃあ、はい、日銀の時はあれは遅くなかったですか？ちょっと遅かったんですよ。やっぱりもう頭ついていかなかったとか。ちょっと遅くて、はい、まあ、その月の利益も本当に直前までプラス3000万ぐらいあったんですよ。なるほど。あったんでそこで切ろうと思ってプラマイゼロになったところでも切ろうと思ったんですけど、ちょっと遅れちゃって勇気出なかった。さすがに。そうなんですよ。なので十何時間でプラス3000万からマイナスで転落した、月次が、月次の収支がちょっと転落したって。1ヶ月分のさ、そうなんですよ、で積み上げたものがね、はい、たった1日のこの判断のミスで耐えれんよね、本当に。もうやめましょう。これからもどうするんですか？もう取引の仕方は変えない、うん、いや、もうこれで、はい、あのスキャルでまあちょいちょいやりつつで、うん、でもいいと思いますよ。あのなんか異常な相場がやっぱ日銀であったんで、そこを考えちゃったらもう何もできないじゃないですか。そうですね、長い目はちょっと難しいかなって。1週間以上持つとかは結構今ちょっと厳しいかなって思って。今はもう結構難しいですもんね。持っててもどれぐらいなんですか？そうですね、持ってても1日とかで、まあ、それぐらいなんですね。切っちゃいますね、最近の相場だと。例えばでもドル円とかロングするたりすると思うんですけど、順張りだと、はい、自分が切ったところより上がったら入れます、またロング。わあ、その時のすごい苦手なんですよ。下がってきてくれってなるんですけど。そうですね、その時のまあ状況とかにはちょっとよるんですけど、はい、まあ、入る時は入る。入るよ、入る。入る時は入る。50ピップ上がってても、悔しくても、また入り直す。そうですね、悔しくても、まあ、入るしかないなと。入るしかないなって。これ、難しいですよ、本当に。できない、俺は。また詳しい手法は、はい、こう次回の動画でもっと細かく聞いていけたらなと思うんですが、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、目標みたいなのって何かあるんですか？そうですね、やっぱり退職だけはやめとけって。俺だけはやめとけ。2億ぐらい稼いでからしとけって。もう十分です、もう逃げましょう。何何、あ、やっぱり再びやっぱり奥、まあそうですよね、にもう一度返り咲きたいなっていう気持ちはやっぱりありますね、うん、で、ゆくゆくは、はい、まあ、専業になりたいかな。専業で出た出た出た。奥行ったけどなくなっちゃった。いやー、そうか、そうですよね、まあ、うん、あと今資産的にはいくらなんですか？今日時点で、今日時点で、うん、7000万ちょっとぐらい。おお、でもピークから3000ぐらい落とした、はい、そうです。え、1億達成してから、はい、1がどこが一番安値やった？2000やべえやべえやべえ。おら、すげえな。3000か、3、あのちょっと出勤してたんですよ。あ、なるほど。出勤 してた分も合わせたら、まあ、3000万ちょっとぐらいまで。出勤した分はまた入れました？いや、入れてないです。あ、入れてない、そんな大事です、はい、それ入れてたら頭おかしくなる。 そ, 、はい、そうか、ほんならでも、
かなり落としたんです。7割、6割ぐらい落としたんですね。だいぶ落としました。メンタル壊れませんでした、うん、メンタルはそうですね。もうわしゃダメなんじゃつってならなかったです。そうですね、結構メンタルは大丈夫でしたね。やっぱりスタートが500万なんで。ああ、そういうことか、なるほどね。ただトータル収支でいうと、はい、2000万ぐらいを負けてるたのが今取り戻したわけじゃないですか、はい、そうです、はい、やめどきとか思わずかまあもういいやろと。いやでもそうですね、やめれないっすね。やめれない。なんか話を聞いてるとスキルがすごい上がってるので、はい、ちょっともったいない気がしますね、やめるのは。今だいぶ来てますね、こうかピーピーってきてます。いや、やっぱりそうですね、負けてた時と比べたらやっぱりこれこのチャートですよ。まあそうね、なんか言われてみればちょっともったいないですね。そうですね、だから、まあ、ね、あの生活できるだけのお金を残してやる分には全然いいのかなと。そうですね、出勤だけちょっとしながら。そうですね、それもあってちょっとメンタル結構維持できてる部分もある。わかりました、はい、なるほどね、なるほど、はい、今後の目標またオクトレーダーになると。なりたいです。わかりました。いや、夢がありますね、500万からの大復活、はい。じゃあ詳しい昭和自害ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ここで重要なお知らせです、出演者の発言は全て個人の意見です。投資の判断は自己責任にてよろしくお願いいたします。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録といいねボタン、そして新トレードアイランドへの登録よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。